はいどうも、モーリーです。今回は5月31日中、元湘南ベルマーレ所属選手の活躍をピックアップしていきたいと思います。その前にまだチャンネル登録をしていない方は、ぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは今回ピックアップした選手はご覧の通りになっております。今回は5月31日中の試合が対象となっております。こちらで活躍した選手の試合のハイライトは概要欄に貼っておりますので、ぜひ確認してみてください。それではまず J1 から、鹿島アントラーズ所属、長木亮太選手。この週は鹿島アントラーズ対清水エスパルス、ルヴァンカップのプレイオフ、第1戦そして第2戦がありました。そこで第1戦で清水エスパルス相手に1対0で勝利しました。この試合の決勝点のアシストを記録、コーナーキックから素晴らしい精度のボールを蹴り、アシストを記録しました。そして第2戦も勝利し、鹿島アントラーズはルヴァンカップの本戦出場という形になりました。長木選手素晴らしい活躍でした。そして J2 です。松本山が所属の表原源太選手、この週は町田ゼルビアとの試合1対5で敗戦という形になってしまいました。松本山賀の唯一の得点を記録しました。素晴らしいねボレーシュートを叩き込みましたので、ぜひ皆さん確認してみてください。表原選手は今季初ゴール、1得点0アシストという記録になっております。チーム自体は現在17位とチームは3連敗し、そして5試合勝ちなしと非常に厳しい状態が続いております。表原選手やチーム得点王の鈴木邦友選手の活躍で勝利をつかんでほしいですね。さあ続いて町田ゼルビア所属、長谷川アーリアジャスール選手です。この週は松本山賀との試合5対1の勝利という形になりました。長谷川選手は3得点目のゴール、そして4得点目のアシストを記録という形になりました。左サイドからのクロスにダイレクトで合わせゴールを奪い、その後中盤でダイレクトで前線へつなぎアシストを記録しました。素晴らしいワンタッチプレーだったと思います。長谷川アリアジャスール選手は今季5得点1アシスト、チーム内得点王となっております。ゼルビアは現在6位、昇格争いとは少し勝ち点差がありますが、ここから追いついていきたいところですね。長谷川選手素晴らしかったです。さあ続いてジュビロ磐田所属、大井健太郎選手です。この週はギラバンツ北九州との試合2対0で勝利しました。1得点目のアシストを記録です。セットプレーからペナルティーエリア内で競り勝ち、しっかりねボールを落とし先制点のアシストを記録しました。大井選手は今季0得点2アシストという形になっております。チームはこれで4連勝、そしてリーグ3位につけています。3年ぶりの J1 昇格へ、この昇格争いに食らいついていきたいですね。さあ続いてツェーゲン金沢所属、後藤正明選手です。この週は大宮アルディージャとの試合1対0で勝利しました。後藤選手はこの試合クリーンシートを記録、今季クリーンシート数は4回という形になっております。ツェーゲン金沢は現在12位、8試合ぶりの勝利という形になりましたね。このまま後藤選手がねしっかりクリーンシート数を増やし勝ち点を伸ばしていきたいですね。後藤選手素晴らしかったです。さあ続いて J3 に行きます。 FC 岐阜所属、吉浜亮平選手。この週は福島ユナイテッド相手に2対1の勝利を飾りました。1得点目のアシストを記録しました。こぼれ球をねピンポイントクロスでね柏木選手へ素晴らしいボールを送りアシストを記録しました。吉浜選手は今季1得点4アシスト、なんと J3 アシストランキングは現在トップでございます。 FC 岐阜はJ3 現在2位と昇格争いを演じています。吉浜選手の活躍で J2 昇格に導きたいですね。吉浜選手素晴らしかったです。さあ続いて福島ユナイテッド所属、樋口博樹選手です。この週は岐阜との試合1対2で敗戦という形になりました。この試合のね福島ユナイテッドの得点を記録しております。右サイドのクロスから素晴らしいボレーシュートを叩き込み、これで2試合連続ゴールという形になりました。樋口選手は今季3得点1アシストという結果になっております。福島ユナイテッドは5連勝とはならず5試合ぶりに負けてしまい6位に落ちてしまいました。ここから切り替えてまた勝ち点をね積み上げていきたいですね。樋口選手素晴らしいゴールでした。ということで本日は7名の活躍をピックアップいたしました。今週も元湘南選手の活躍が楽しみです。
それではご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録高評価お願いいたします。皆様からのコメントもお待ちしております。また次の動画を楽しみにしていてください。バイバーイ。